脳と脊髄を覆う3層の髄膜のうち一番外にある膜。硬膜のうちにある雲膜とは密に接着している。ただし硬膜下隙と呼ばれる微細な隙間があり、硬膜下出血で血液が溜まると肉眼で認められる程度まで広がる。硬膜は非常に厚く強靭な膜であって脳と脊髄を周りの組織から隔て外傷や感染から守るという役割を担っている。 雲膜と軟膜を合わせて、軟膜と呼ぶのに対応し、硬膜をパケメニンクスと呼ぶことがある。脳の硬膜と脊髄の硬膜を特に区別する必要があるときは、脳硬膜、脊髄硬膜と呼び分ける。脳硬膜は頭蓋を打ち張りしており、頭蓋骨の骨膜と癒着している。頭蓋内の成虫で、脳硬膜は大脳釜と呼ばれる板のような突出を出す。 大脳釜は左右の大脳半球を隔て、脳梁にまで至る。大脳釜の粉促端付近は、頭蓋底内面聖虫、古い骨のと坂と呼ばれる突起から、そのすぐ上に始まる、前頭梁という突起に沿って、頭蓋骨についている。微速で大脳釜は、左右に分かれ、小脳を包む小脳テントという構造を作る。脳甲膜と頭蓋骨の間、また正中部で、 左右の脳鉱膜が合わさる部分には一部で大きな隙間がある。それらは総称して鉱膜上脈動と呼ばれ脳を通ってきた上脈血を集めて内径上脈に送る。鉱膜上脈動は大脳鎌上炎の上四条上脈動、下炎の下四条上脈動、小脳の微速で左右に走る横上脈動、横上脈動の続きが 形状脈孔の近くで S 字型に曲がった S 状静脈道、下水体の周りにある海面静脈道と海面間静脈道、そこから形状脈孔に向かう上水体静脈道と下水体静脈道に大きく分けられる。なお、静脈道とは、静脈血が流れていてもくだらしくなく、周りの組織の隙間と言えるような場所に使われるので、あって、他には心臓に、 冠無静脈道というものがある。硬膜静脈道の中には脳蜘蛛膜が脳硬膜を貫いて突出した蜘蛛膜下流が出ている。蜘蛛膜下流は蜘蛛膜下空の脳脊髄液が蜘蛛膜を通過して、静脈血に吸収される場所と考えられている。詳しくは脳脊髄液脳脊髄液の循環を参照。脊髄硬膜は脊椎の骨膜との間に 硬膜上空という隙間を隔てている。硬膜上空は、静脈層を含んだ死亡組織で満たされている。脊髄硬膜は、蜘蛛膜、軟膜とともに、脊髄神経の根を包んで脊柱管の外に出る。脊髄神経が、脊髄神経節を作り前枝と後枝に分かれた先にも硬膜は続いているが、その部分は、神経上膜と呼ばれる。ありがとうございます。